というわけで、こいつも今日から我が陸上部の一員になる。
よろしく。私は西脇優子。うちのマネージャーだ。何かあれば彼女に聞いてくれ。2年でしょ。タメなんだし、優子って呼んでくれていいから。あと、おい宮本。うっす。うちの部の次期首相最有力候補だ。大会で結果出してる。腕は信じていい。お前同じクラスなんだろ。面倒見てやれ。工学も兼ねてな。いいっすよ。転校早々竹葉を落としたってお前だろ。プチ有名人宮本和志だ。顔くらいは知ってんだろ。お前な、軽くプライドが傷ついたぜ。結構顔刺されるタイプだってのによ。途中入部だからって甘く見ないぜ。ビシビシ行くから、そのつもりでな。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝戦車のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。初日なんだし、今日は適当に見学して帰りなよ。活動日は月火木金ね。試験前数日は活動停止になるから覚えておいて。それじゃ次来るまでにランパンとランシャツ用意しとくからさ。転校生くん、何？やめとく。今日は急ぐから。じゃあね。おかえり。ん？よし。そうだな。いいな。そういえば、
うんうん。お疲れ。
らっしゃい。何握ろうかな。今日は生きのいい姫様が。うちじゃお寿司は出せませんよ。お、あんた学生さんじゃろ。この近所の学生といったら月子じゃな。ということはあんた柿の木を知ってるじゃろ。あんたまさか知らんのか。柿の木、わしらは一日だって忘れとらん。月光の中にはのお外があるんじゃ。お外の廊下にちっこい柿の木が生えとる。ごめんなさいね、年寄りの戯言だと思って堪忍してちょうだい。おじいさんの言ったこと気にしないでね。
いらっしゃいませ。本の虫にようこそ。お客様はお一人かい？喫煙席ですかいの？それとも禁煙席？お前さん、その手に持ってる葉っぱ。おお、そいつがあの柿の木の葉っぱだってかい？そんな立派なもんこしらえるようになって、あいつも頑張ってるんじゃのう。で、あんた本を買いに来たんじゃないの？わざわざそれを言いに来てくれたんかい？やっぱり思った通りじゃ。一目見てわかったぞ。あんた、いい人じゃ。柿の木のことをずっと気になってたんじゃが、月光まで歩いてくのが億でのう。別に今のダジャレじゃないぞい。今の柿の木と木になってってやつ。まあまあおじいさんたら、今日は随分と口達者ですこと。紹介しよう。ワイフのミツコじゃ。わしゃ文吉。よかったらお名前教えてくれんかな。わしに負けず劣らずのいい名前じゃの。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝鳳凰のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。うちは月曜以外は空いてるから、暇な時にでも遊びに来てちょうだいね。帰ったか。